自己紹介をさせていただきたいと思います。機械同士のレストランというか、まあ、居酒屋さんとかでは、そのなんか食べ残しを減らそうというようなキャンペーンを、キャンペーンというか、なんていうんでしょう。食べ切り協力して。だしをとか、かつおこと、あとは、作った大豆と。すごい、なんだ。家で食べるうどんとは違ってもちもちしてて美味しかったです。このトゲすごいでしょ、取れたて。調理されてると味がついてたりするけど、その生だから水分とかみずみずしさもあって、また違う美味しさを感じました。野菜ってどんな風に実ってるのか全然知らなかったので、農家さんは自分だけで行こうって言っていけないものなので、そういうところはこういう機会をいただけて、すごく自分の中では貴重ないい体験になりました。多分膨らんで大きくなるので、多分もうちょっとちっちゃくて一回りぐらいちっちゃくてもいい。野菜も市内畑持ってる人に今ちょっとお願いしていて、食品ロスの現状を知って、食材を作ってくれてる農家さんとか、あと飲食店の方々に申し訳ないことしてるなって、それを踏まえて家で、ま、前日の夕食の余った食材使ってご飯を作ったり、あと飲食店では食べれる分だけ頼んで、でそれを残さないようにっていうことを心がけました。家庭では、買い物前に冷蔵庫の中を確認して、どの食材がどのくらい残っているのか把握をして、調理をするときはちゃんと使い切って
調理をしたいなと思いました。話を聞いてからはやっぱりどうしても晩ご飯とかで残ってしまったおかずはもう翌日にきちんと食べたり、あとは作る際に分量を気をつけてもったいないという意識を強く持っていきたいなと思います。部活で活動するにあたってこうみんなとの会話もより増えましたし、より一層仲良くなれたなと思います。